このお話はかれこれ10年ぐらい前になりますかね。私渋谷のね、道玄坂にあるとあるラブホテルでアルバイトをしていたんですよね。でまあ時間帯は夜中だったんですけどもね、そのホテルっていうのがね、まあ築年数がすごいんですよ。まあ古いんですよね。だもんでまあ人のね、念とかが染みついてるのか知らないんですけどもね、不思議な出来事がね、よく起こったんですよね。例えばですけどもね、5階建てなんですけども、5階に用があって行きますよね。で用を済まして1階に戻る時に、まあエレベーター乗って1階のボタンを押しますよね。で動き出したかなーなんて思うとね、3階のボタンがね、急にポンと光るんですよね。誰も乗ってないんですよ、一人なんですよ。それで3階止まって、まあ開くんですけども、誰も乗ってこないんですよね。内側からね、光るんですよ。誰か乗ってるとしか思えないんですけどもね、そういう不思議な体験があっても、みんなもう怖いとかいうあれじゃないんですね。もう麻痺しちゃってね、またかって感じでね、もう笑い話にしちゃってるんですよね。でね、そこ待機所があるんですけども、待機所、まあ畳6畳分ぐらいのね、まあ狭い部屋なんですよね。ロッカーとかも置かれてましてね、でタバコ吸う人間がいるんで、まあ換気のために窓を開けてるんですよね。でまあ皆さんご存知だと思いますけどもね、渋谷の道玄坂ってまあホテルがずらーっとありますよね。でもう窓を開けるとね、対面のホテルもね、やっぱり待機所になっててね、窓開いてるんですよね。でね、そこ全然関係、対面のね、会社関係ないんですけどもね、そのホテルにね勤めているね、パートのおばちゃんがいたんですけどね、とにかく優しかったんですよ。優しいパートのおばちゃん、もうなんていうんですかね、まあ60過ぎですかね、白髪混じりの可愛らしい優しいパートのおばちゃんでね、どんな風に優しいんだって言ったらですね、例えば、あら、あんちゃんたちまた今日も入ってたのなんてね、その方も夜中だったんですけどもね。でまあ手伸ばすとね、お互い握手できるぐらいの距離なんですよ。ホテル隣接してるんで、本当にね。そして今日暑いから飴玉でも舐めなさいって塩飴くれたりね、なんかもう、あとウェットティッシュって言いますか、その汗拭きシートとかもね、はいはい、これ買ってきたから使ってなんてね、本当に気使ってくれてね、まあ差し入れとかしてくれたり、優しいパートのおばちゃんだったんですけどね、もう周りからも人気があってね、あの優しいパートのおばちゃんいいよねなんてね言ってたんですが、ある日を境にパタッと、その優しいパートのおばちゃん見かけなくなったんですよね。でみんなどうしたんだろうねなんてね、なんか病気でもしちゃったかななんてね、みんなちょっと心配してたんですよ。でね、朝の5時に仕事が終わるんですが、終わってね、始発で帰ればいいんですがね、やっぱ皆さんね、飲みに行きたいんですよね。で私も飲むの大好きだったんで行くじゃないですか。渋谷にね、24時間のね、酒屋がね1軒あるんで、そこ行くとね、他のホテルの方々もね、やっぱり5時に終わったりしたらね、そこに飲みに行ってる人多かったんですけども、そらね、その対面、優しいパートのおばちゃんがね、勤めてるね、まあホテルの男の人たちがいたんで、まあまあ顔は知ってたんでね、いやいやいや、ちょっと一緒に飲みませんかなんつってね、ああ、じゃあ飲みましょうかなんて、どうもなんてね、お互いね、まあ顔だけ合わせてたのにね、こうやって飲めるのってなんか嬉しいですよね、なんて話しながら、まあ楽しく飲んでたんですよね。そして気になってたんで、ちょっと聞いたんですよ。ふとした話せるような空気になった時に、あ、ところでちょっと聞きたいんですけども、あの優しいパートのおばちゃん見かけないんですけど、お元気ですかって聞いたんですよ。するとね、え?と、鳩が豆鉄砲を食らったような目で私をじーっと見るんですよね。で、ほら、いるじゃないですか、こういうね、髪型で白髪混じりの、ほら、優しいパートのおばちゃんって言うと、今度はね、目をつぶりながら下向いて、なんかブツ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 、優しいパートのおばちゃん、優しいパートのおばちゃんとか言いながらね、考えてるんですよ。なんだろうなって言って、パッと顔を上げて、私の顔を見ながら、そんなパートのおばちゃん、いないですよ。って言うんですよね。ゾーッとしましてね。いや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 、そんな怖いこと言わないでくださいよ。いや、いたじゃないですか。いやいや、いないです。いやいや、優しいパートのおばちゃんいました。こうやってこういう。いや、いないです。いないです。いましたよ。いや、いないです。いないです。いやいや、ちょっと、いや、いないです。その堂々巡りなんですよね。でね、その後ね、もうほんと気になってね、いろんな独自のルートで、ちょっといろいろね、探ってみたんですよ。そしてね、わかったんですよ。その、優しいパートのおばちゃん、実は、正社員だったんですよ。
まあそんな体験をしたりですね、あとはですね、そこのホテル411号室っていうのがありまして、そこがね、いわくつきの部屋だったんですよね。霊感がね、ない人が泊まったらね、何にも問題ないんですよ。普通の部屋なんですけども、霊感がある人に限ってね、その部屋入るとね、すぐさま、もうもののね、もう数分もないうちにフロントに電話が行くんですよね。そして、どうしました?なんて聞くとね、部屋を変えてくれって言うんですよね。で、理由を聞くと、なんかちょっと人の気配がして気持ち悪いとかね。あと、とんでもないこと言ってたのがですね、額縁が気持ち悪いから外してくれって言うんですよね。でね、そこのホテル、額縁ね、どこの部屋探してもね、一つも飾ってないんですよ。それなのになんだかね、見えてないものが、見えちゃったりね、なんかほんと不思議な部屋だったんですよね。でね、さっきも言った通り、そこのホテルっていうのが古くてね、人気ないんですよ。でもね、クリスマスとかバレンタインとかそういうメモリアルの日はね、まあ、混むんですね。他のホテル入れないから流れてくるんですけどもね。でね、そんな時に限って411号室、霊感がある人が入ってね、ちょっとフロントに電話して、ちょっと部屋変えてくれって言ったらね、もう替えの部屋がないって言ったらね、分かったって言って帰っちゃうんですよね。まあ、替えの部屋があったら、変えてもらえるんですけども、で、帰っちゃうんですよ。で、その後ね、我々が掃除行くんですね。そしてね、ものの数分しかいなかったんで使ってないんですけど、一応ね、お風呂とかね、水滴がないかとかもチェックするんですよね。トイレ綺麗になってるか、三角にね、トイレットペーパー売られてるかとか、全部ね、チェックするんですよね。で、最後、布団も使ってないって言ってもね、何かね、衛生的に悪いものがあるかもしれないって言って、全部変えるんですよ。で、全部終わったら、フロントに電話して、411号室掃除終わりましたって言って、電話切って、売り部屋になるんですけどもね、ある日掃除をしてたらですね、急にお客さんが入ってくるんですよね。カップルが。と思って、部屋間違えてないですかって言ったら、いや、ここ411号室ですよね。って言うんですよ。で、そうですけど、あれ?まだ掃除、ちょっと待ってくださいって言って、フロントに電話して、すいません、今お客様がね、いらっしゃってるんですけど、まだ掃除終わってないですよ。って言うとね、フロントの方が、いやいや、さっきあんた電話してきたじゃん。って言うんですよ。いやいや、電話してないよ。いやいや、電話してきたよ。ってふざけてたじゃない。って言うんですよ。電話してないんですよ。それなのに、電話したって言って。で、その電話したのがもう、掃除終わりだな。私、芸人やってるって知られてるんで、ふざけてたんだろうなっていう感じでね、もう掃除終わったんだろうなと思って、そういう電話があったからね、売り部屋にして、で、お客様に、お渡ししたって言うんですけど、じゃあお客様に、すいません、すぐね、お掃除済ますんで、すいません、申し訳ないです、こっちの不手際でって言いながら、すぐ掃除して、出てって、ちょっとフロント行ったんですよね。そして、どんな電話だったのって聞いたらですね、なんかもう、ウェーって、しゃがれた声でずーっとなんか電話の向こうで言ってるんですって。だから、僕もしゃがれてるんでね、声が。だから、私だと思ってたんですって。そして最後にね、こう言ったんだよね。邪魔しやがって。それもすごいね、あんたに声が似てたからね、ふざけてるなと思ってね、売っちゃったんだけどね。電話してないんですよね、私。で、ほんとね、それ私だけじゃなくて他の人もそういう体験いっぱいしてるんですよね。まだまだね、いっぱいあるんですけどもね。今日はね、この辺で、おさらばしたいと思います。不思議な話ってあるもんですよね。